じゃあ当たらどうやら封じられた森に入ったようですな。警戒を怠りませぬよう。先生、ジェラルトさんの仇絶対取りましょうね。ベルナデッタ、話を聞いていたのかい。復讐にこだわるべきではないのだ。体制万全です。悪の組織壊滅、尽力します。ま、今節は課題がないからね。たまには全力で働いても罰も当たらない。リンハルトが全力だと？明日は雪だ。今日中に型をつけようぜ。声を抑えてちょうだい。もう敵が近くにいるかもしれないのよ。私を救ってくださった先生にご恩返しする時が来たのですわね。先生、修道院ではああ言ったけれど、敵は間違いなくあなたを待ち構えているわ。エーデルガルト様、それは他に狙いが考えられないもの。そうでしょ。どんな罠が待っているか知れない。注意して先生。私たちは今あなたを失うわけにはいかないわ。そうですな。敵は強いですが、貴殿ならばきっと勝てましょう。見なさい、魔獣がいるわね。
敵は万全の体制ということかしら。あ、来た来た、ようこそ死の森へ。なんちゃって。私の名はクロニエ。この弱っちい女は仮の姿よ。アハハハ、これが本当の私の姿。ほら、そこの獣さんたち、私が相手してあげる。私の力見せてあげる。ええ、いけるわ。舞台に上がるより緊張するわね。邪魔しないで。簡単に負けるつもりはないわよ。焦らず戦おう。おっしゃ、行くぜ。行きますか。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。先生、奇襲有利思います。私逃げちゃうよ。もしかして逃がしてくれるつもりかな。みんな優しい。私はみんな殺しちゃうつもりだけどね。私に挑んだのが間違いだったな。高貴なる者の力、見たか。これが私の力よ。この程度。
ったわ。では満足できないな。敵ではない。立ち塞がる者は倒すだけよ。一歩。危ねえか。まだいける。痛い目見るわよ。綺麗な花にはトゲがあるのよ。その調子よ。私の力見せてあげる。おっしゃ、行くぜ。そのまま地獄まで送ってあげる。
デルガルト様のために。嘘、本気の私があんたなんかに負けるわけ。ほう、ソロン、見てないで手伝ってよ。乙女の危機よ。ああ、そうだな。案ずるな、クルミ。お前は獣のはびこる世を救済するその礎となるのだ。今の魔導はまさか先生が。見たか、奴は飲まれた禁樹の闇に。未来永劫、虚ろな闇をさまよい再びこの世界に戻ることはない。天帝の剣は惜しかったがな。嘘だ、俺は信じない。先生が死ぬわけない。そうですわ、先生は特別な方なのですから。その程度のことで死ぬようなものが我が主の死となれるはずもありませんな。確かにまだ死んではおらぬであろうな。だが死んだも同然よ。出口のない闇の中を漂うことしかできぬ。苦しかろう、絶望に飲まれよ。ひどく勝ち誇っているようだけれど、もしそんな無縁なやり方で私たちの死を倒したつもりだというなら後悔することになるわよ。ああ、今回ばかりは彼女の言う通りだな。闇の中からだろうとすぐに戻ってくるさ。その態度解せぬな。何を考えておるのか知らぬが、まあよい、望むならば加えてやろう。お前たちよ、死での行列にな。この馬鹿者、敵が待ち構えておるところに突っ込んで罠に引っかかるとは何じゃ。お主
には転がり出すと止まれぬ違和感、イノシシとてもう少し考えおるわ。謝れば済むと思うてか、この闇は恐ろしいものなんじゃぞ。わしはお主と共にあればこそこうしてここにおるが、ここはうつしおから隔絶された闇の世、それこそ女神でもなければ出られぬのじゃ。我らの身も心もだんだんといてついてこよう。死ぬ覚悟はできたか？それはそうじゃろ、わしとて死にたくはない。じゃが、はあ、他に術はないか。のう主、ジェラルトの日記は覚えておるか？お主は泣きも笑いもせぬ赤子じゃったと。それはおそらくわしのせいよ。ほとんど眠りに近い状態だったのじゃろう。お主の中にあったわしが作用してな。レアは一体いかにしたのか、お主の中にわしを存在させた。わしはずっとお主と共にあり、お主の中で力を取り戻していった。そう、女神、いや神祖としての力をな。我が名はソティス、それが何の名かお主は聞いたはずじゃ。始まりのもの、フォドラの守護者にして生きとし生けるものを導く神祖、わしは死して再び舞い戻ってしもうた神祖ソティスの心なのじゃ。高級の闇よりいずる術は一つ、わしの神祖の力を使うより他はない。じゃがわしは体を持たぬ、それゆえお主に力のすべてを渡さねばならぬ。それはお主と一つになるということ、そしてわしは消えるのじゃ。消えると言うてもすべてなくなるという意味ではない。わしはお主になるのじゃ。いつもお主と共にあろう。じゃがこうしてお主と話すことは二度とできぬじゃろうな。寂しいの。わしは常にお主と同じものを見聞きし、お主に散々あれこれと言うてきた。かけらも女神らしゅうなかったやもしれぬが、実に楽しい日々じゃった。礼を言うぞ。わしと共にあったのがお主でよかった。さあ願え。わしとお主の意志が重なれば二つは一つになる。あの森へと戻り敵を討ち、コアッパどもを助ける、それがお主の願いじゃろう。わしとお主の意志は一つとなった。時のよすがをたどりて見出した斧が答え、始まりのものたるわしに示せ。
ませんよね。信じていたわ、あなたなら必ず戻ってくると。その姿、聞きたいこともあるけれど、今は目の前の敵を撃ちましょう。貴様、ザラスの闇で何を見た。ありえぬ、あの闇をくらえるのは我が手で始末をつけねば、戻ることもままならぬか。この経験は糧になる。どう？
要だ。敵ではありません。どうかしら。全てはエーデルガルト様のため。感謝します。身の程が分かったかしら。わしは貴様が恐ろしい、恐ろしいなどという感情はわしの中になかったはずなのに。だが貴様だけは消さねばならん。よし、しかしこれで終わりではない。我らの悲願、必ずやタレス様は。終わったわね。それより先生、その姿は。その髪と瞳の色、
るで誰かにそっくりね。なぜそんな姿になってしまったのか聞いてもいいかしら。女神が、そうよかったわね。天帝の剣といい、あなたは女神に愛されているのでしょう。かつての聖者セイロスと同じように。その力を先生は何のために使うのかしら。修道院のため、または世のため、人のため。先生ならそう答えるかとも思ったわ。先生はもし世の中が、あるいは生徒たちが真っ二つに分かれて争うことになったらどうするのかしら。どちらについても世のため、生徒のためよ。あなたの、え、先生倒れて寝息？まさか眠っているの？姿形が変わったことが原因かしら。放置するわけにもいかないわ。ヒューベルトに背負わせるわけにはいかないわね。まったく、なんで私が。滝の夜空に灯る炎、川もにたゆた記憶のかけら。まだ動いてはいけません。大丈夫、何も心配はいりませんよ。あなたを傷つけようとする者はここにはいないのですから。ララ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 ラ、今この時が永遠に続けばいいのに、少しだけ思ってしまう。手繰り寄せられた時を共に紡ぎ、果てなき世を二人で追っていきたい。あなたの身に何が起こったのか、おおよそのことは聞いています。この姿、主より力を授けられたのですね。あなたが天帝の剣を手にしたその時から、私はあなたがいつかこうしてオドラをあまねく照らす女神ソティスの力をその身に宿すことを信じていました。あなたは私の、さあ目を閉じて、このままもう少しお眠りなさい。私がずっと見ていますから。白雲の章、天魔の説、深淵の玉座。ファーガスの北の地は吐く息も凍る寒さに包まれ、アドラステアの南の海でさえ冷たい風が吹きつける。空から天魔の羽とも見まごう雪が舞い落ちると、フォドラの首飾りは真珠より白くなり、険しい喉元をさらに険しくするのである。
話してくれ。君は私に何を隠している？あの者の姿は何だというんだ？あれではまるで。ですから今言えることは何もありません。今節の終わりにジェラルトの日記を読んだ。彼の部屋で偶然見つけてね。日記には彼がここを出て行った理由も記されていたよ。火災で死んだとされていた赤子、それがあのものなんだろう。彼は君が赤子に何かしたのだと気づき、ここを出て行くと決めたんだ。君は赤子にあのものに何をした？まさか禁忌に触れるような行いは。セテス、間もなく人が来ます。これ以上はやめてください。私はあの者を聖母へ連れて行きます。そこで私の望みは達せられるはずです。幼い頃私はあそこで確かに彼女の声を聞いたのですから。入りなさい。待っていましたよ。あなたは主より力を授けられました。ならばまず訪れるべき場所があります。聖母に行き主の啓示を受けなさい。聖母は女神の眠る場所。この大修道院はもともとそれを守るために建てられたものだ。限られたものしか知りませんが、聖母にはセイロスにまつわる伝説があります。かつて女神より力を授かった聖セイロスは聖母にて啓示を受けたというのです。フォドラの民を救い導くため、その力を正しく使うようにと。かつてセイロスに与えられた主のお言葉はきっとあなたにも下されるはずです。聖母に赴くといい。なぜ君がその力を得られたのかわかるかもしれん。聖母にて主の啓示を受ける儀式を行います。あなた方の学級に与える今節の課題です。セイロスが啓示を受けた際、その傍らには聖戦士らが控え見守っていたといいます。あなたに導かれ共に戦ってきた生徒たちは儀式の場に立ち会うにふさわしいはず。もちろんセイロス聖教会の首長として私も儀式を見届けるつもりです。それだけ特別なことなのです。仮によからぬことが起きようとも、私とて己が身を守るくらいはできるつもりです。いろいろと変化もあったが、君の役目は変わらない。儀式まで気を緩めず生徒たちを教え導くように。ありがとうございます。ありがたい。なんだか不思議な気分。
また一から打つ。どん。